ユリオアウクスティワリンユリオアウクスティワリンはフィンランドのオリエンタリスト、探検家、教授で特に1840年代における中東旅行で知られる。英語圏ではジョージ・オーガスト・オリン、ドイツ語圏などではゲオルク・アウグスト・バリン、アラビア語圏ではアブド・アルワリとして知られた。バリンは1811年にバルト海のオーランド諸島の主婦、スンドに生まれティ 1829年にヘルシンキ大学に入学して東洋言語学を専攻し、1836年には修士号を得た。続いて大学図書館で司書として働きながらアラビア語とペルシア語についての博士論文を書いた。1839年、彼はサンクトペテルブルクへ赴き、シェイクムハンマドアイードアルタンタと会って中東についての知識を深めた。 初めて中東の現地を訪れたのは1843年のことであった。ワリンは現地に赴く際には調査対象とより親密になるためムスリムを自称しアブド・アル・ワリと名乗っていた。多くの人々が彼がイスラム教に改宗したものと思っていたが、それを実証する証拠は何もなく、少なくとも日記や 書簡類には回収したと思わせるような記述は見当たらない。ヘルシンキのヒエタニエミ墓地にある彼の墓には彼のアラビア語の名が刻まれ、その上にはアラビア文字が配されている。彼の墓はキリスト教会の区画に位置している。彼は1845年にイスラム教徒以外は立ち入りが認められていなかったメッカを訪れた。 1846年から1848年にかけてはパレスチナやペルシアを訪れた。彼はこの時期にイスラム教に改修したのかもしれないが書き残された内容には信仰に対する会議が示唆されている。1850年、バリンはヨーロッパへ戻り、イギリスの王立地理学会からノーツテイクンデューリングエージャーニースルーパートオブノーザン・アラビアを出版した。 1851年に博士論文を完成させるとヘルシンキ大学で東洋言語学の教授に任命された。1951年にはワリンの画期的な調査報告に対して王立地理学会から金メダルが贈られた。彼は王立地理学会とロシア地理学会の両方から再度の中東域を求められたが、おそらくは健康上の懸念から。 この申し出をいずれも断った。彼は著作の中でヨーロッパ文化に抑圧性を覚えると述べ、もはや自分はヨーロッパに馴染み切ることはできないとも述べている。原因は不詳であるが、バリンはフィンランドへの帰国後わずか3年、前41歳の誕生日の前日だった1852年10月23日に死去した。ありがとうございます。